モナンテスポリフィラは、モナンテス属の多肉植物。小さな葉が密集した松傘のような外観が特徴。原産地では、湿り気のある日陰の崖や岩の上に自生し、成長すると即死を出して広がる。その独特の外観から、干渉価値が高いが、夏季の高温多湿に弱く栽培が難しい種として知られている。モナンテスポリフィラは、種を含めて、カナリア諸島のテネリフェ島、 ラパルマ島、ラゴメラ島、グランカナリア島にのみ分布する。モナンテスポリフィラには、モナンテスアミドロスと呼ばれる亜種の存在が確認されている。以降、簡略化のため、M、パリフラサブスプ、パリフラを、ポリフィラ、M、パリフラサブスプ、アミドローズを、アミドロスと表記することにする。ポリフィラとアミドロスの特徴の違いは、以下のようなものである。 オリフィラ、ロゼットの直径は6から10ミリで茎の太さは1ミリメートル、葉は高密度に密集する。葉長部の実に直径0.1ミリの小突起が見られる。アミドロス、ロゼットの直径は7から15ミリで茎の太さは2ミリメートル、葉の密度は荒い。葉長部と周辺に直径0.2から0.3ミリの小突起が見られる。1992年の報告では、 グランカナリア島、テネリフェ島、ラパルマ島にポリフィラが分布し、ラゴメラ島にはアミドロスが分布するとされていた。しかし、2008年の報告では、ラパルマ島とラゴメラ島の両方にアミドロスが存在し、ラパルマ島にはポリフィラが発見できなかったとされている。この情報では、ポリフィラは、グランカナリア島、テネリフェ島のみに分布することになる。文献によっては、 M サブクラシックコーリスと呼ばれるポリフィラ・アミドロスと似た特徴を持つ種の存在が報告されている。しかし近年の文献では M サブクラシックコーリスはアミドロスあるいは M ムーロリスの雑種に名前が割り当てられた可能性を指摘している。ありがとうございます。